蹴りは力強いけど受けが弱い、これじゃダメなんだよ。これじゃダメなんだよ。受けも強くないとバーンと受けられる、バッというバッという、両方強くなきゃダメなんです。そうしないと肩は勝てません。突きだけ入れやすいから、突きは確かに力強そうに見える。人気は僕は、4回でも。これじゃない。お父さん一緒にやるか。さっきのこともねえだよ。同じ。全部力強さね。はい。いい、はい。受けが弱いとダメです。はい。はい。だけだもピシッ。自分の体を全部使うんです。手だけじゃ弱いです。だから体全体を使うんです。受けも。ホークスも手だけ、足がもうふにゃふにゃ状態で力入りません。あくびこいてる状態じゃありません。やっぱりここにガシッとしたものを作っておいて、バーンと決めないと力強さ出ません。はい、前屈の下段も同じですよ。前屈でピシッと決めないと力が入りません。これが腰高で弱い、弱くなっちゃいます。はい、いいですか。はい、どうぞ。また。